皆さんこんにちは、今日は最高裁判所三浦守裁判官の問題性ということでお話ししようと思います。最高裁判所にはこの三浦守というお名前の裁判官がいらっしゃるんですよね。で、私はこの、三浦守裁判官は問題だと思っております。なぜそう思うのかというと、この、三浦守裁判官はある裁判の補足意見において性同一性障害者が性別の取り扱いの変更の審判を受ける要件として現在は性別適合手術を受けることという要件があるんですけど、それをなくすことが望ましいというねお考えを示唆されているんですよね。で、まあそれの裁判はどの裁判かというと、最高裁判所決定平成31年1月23日裁判所民事261号1ページというね、まあ、こういう、まあ、裁判決定であって、まあこれはね最高裁判所のホームページでも公開されております。で、この決定に裁判官鬼丸薫同三浦守の補足意見っていうのがねついているんですよね。で、この補足意見において三浦守裁判官は生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあることっていう、まあ要件を挙げている性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律3条1項4号、まあこれ平たく言うと、まあ性別適合手術を受けたことっていうことになるんですけど、これが憲法13条違反の疑いが生じていることは否定できない。だからまあ違反とまでは言わないけど、違反の疑いが生じていることは否定できないから、まあ問題だっていうねとおっしゃってるんですよね。で、その上で、次のように書かれてるんですよね。世界的に見ても性同一性障害者の法的な性別の取り扱いの変更については特例法の制定当時はいわゆる生殖能力喪失を要件とする国が数多く見られたが、2014年（平成26年）世界保健機関等がこれを要件とすることに反対する旨の声明を発し、2019年（29年）欧州人権裁判所がこれを要件とすることが欧州人権条約に違反する旨の判決をするなどし、現在はその要件を不要とする国も増えているというふうにね、まあ、書かれているんですよね。まあ、これは日本もさっき言った規定が性別適合手術を受けることを要件としているのを外して、性別適合手術を受けなくても他の性別の取り扱いを受けることができるようにするのが望ましいというね、まあ、お考えを示唆されてるんですね。それはもうね、世界保健機関等がね、反対してるでっていうね、欧州人権裁判所がね、欧州人権条約に違反する旨の判決をするなどしてるでっていうね、で、そのね世界的にその要件を不要とする国も増えているから日本も見習いなっていうね、まあ、そういう、まあ、意見がね、まあ、そういう、まあ、お考えがね、まあ、込められている、とは思うんですよね。で、まあ、このような三浦守裁判官のね、まあ、理想がね、実現すればどうなるか。まあね、男性に生まれた人で性別適合手術を受けていない人が、女子トイレに入ることになるんですよね。女子風呂、女性用のお風呂に入ることになるんですよね。で、まあね、この間のね、オリンピックでもなんかね、重量挙げでね、なんか、ニュースになっておりましたけど、女子スポーツに性別適合手術を受けていない男性に、受けていない人、まあ男性に生まれて受けてない人がますます出るようになる。まあね、この間のオリンピックで出た方が、まあ手術を受けているか受けていないかは、ちょっとわからないんですけど、まあね、その、男性に生まれた人でね、手術を受けてない人が女子スポーツに出て、まあね、大活躍みたいなことになると思うんですね。まあ、どっちにしろ周りの人が深刻な苦悩を抱えることになると思うんですよね。
まあ、そもそもですね、まあ、この補足意見にもね、何か所かにね、苦痛っていうね、まあ、というね、まあ、言葉が出てくるんですけど、 LGBT がどうだとね、主張する人は当事者の抱いている苦痛をね、出発点にするんですよね。で、その苦痛を取り除くことこそが、正義だ、これこそが人権であるっていうね、これに反する考え方は差別だっていうんですよね。まあ、ここに人権とか差別を掲げて活動する人が陥りやすい落とし穴があるんですよね。落とし穴というかね、わざとやってるような気がするんですけど、まあ、人権っていうのは、まあ、この社会はですね、多くの人が形成する社会なので、各人に利益があるんですよね。で、その、まあ、人権っていうのは、その各人の利益を調整する働きながあるんですよね。で、そんな状況で一方の利益を神聖視して、それに反する全ての利益を排除すると、排除された側に深刻な苦痛が生じるんですよね。ところがですね、まあ、LGBT とか言ってる人は、いや、その人らの苦痛を感じてるとか言ってもね、無視なんですよね。そんな苦痛は考慮に値しないっていうね。まあ、我々人権だからもね、それに反するものは全てね、投げ払っていいんだみたいなね、形なんですね。だから一旦ある利益を人権とか差別というカテゴリーに入れてしまえば、他の利益は度外視していいというね、まあ、傾向、落とし穴があるんですよね。まあ、それなら、いや、そのね、周りの苦痛はね、どうでもいいっちゅうなら、最初から LGBT の人の苦痛はどうでもいいと言われてもね、仕方ないと思うんですよね。それほど他者の苦痛は無視するのに、なぜその人の苦痛は神聖視するのかっていう問題なんですよね。というわけで、まあ、私からの感覚では、三浦守裁判官は性同一性障害者ではないものの利益を軽視していて、バランスをね、欠いていると感じるんですよね。でですね、まあ、三浦守裁判官はこの補足意見に、次のように書いているんですよね。まあ、その例えば、その、まあ、性適合手術を受けずに、まあ、性別の取り扱いの変更ができることになったら、その、まあね、例えば女性だった人が男性になって、でその男性の状態で、まあ、妊娠して子供を産んだりするんじゃないのっていう、まあ、そういう疑問に対して次のように書いてるんですね。しかし、性同一性障害者は前記の通り、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、自己を身体的および社会的に他の性別に適合させようとする意思を有するものであるから、性別の取り扱いが変更された後に、変更前の性別の生殖機能により懐妊出産という事態が生ずることは、それ自体極めて稀なことと考えられ、それにより生ずる混乱といっても相当程度限られたものということができるって書いてるんですよね。ということができるって、それは本当なのですかっていう、まずその、変更前の性別の生殖機能により懐妊出産という事態が生じることは、それ自体極めて稀なのかどうかですよね。それなりに起こるかもしれないですよね。そんな極めて稀というほど稀ではない可能性があるんですよね。で、その続きの、それにより生ずる混乱といっても相当程度限られたものということができる。だから相当程度限られたものだから、混乱生じても問題ないっていう、まあね、ことなんだと思うんですよね。その意見の中に、その混乱が生じるけど、それはこうやって防止すべきだとか書いてないから、だから混乱生じてもええで、相当程度限られたものだから、そんな混乱はね、まあ問題ないっていうね、社会に混乱が生じても問題ないっていうね、まあ、そういうふうなお考え方をされているように思うんですよね。私はこれは無責任の極みだと思うんですよね。まあ、性別という社会の基本秩序について、このような無責任な、まあ、私から見るとね、無責任なお考えを持たれているっていうのは、まあ、問題だと思うんですね。で、まあ、同時にこのようなお方が最高裁判所の裁判官として社会を変えていくということについて、非常な危惧を持っております。では、ご視聴ありがとうございました。